はがき職人、大ピンチ。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。12月18日、月曜日。はい。もう大激震がね、走りましたね。えー、なんと、総務省は、18日、定型郵便物の郵便料金の上限を、えー、現在の84円から110円へ値上げする検討に入ったと、えー、公表した五2 5ム以下の定型封書は、84円から110円へ、 はがきも63円から85円へ引き上げる方針と、えー。この報道を受け、ラジオリスナーたちからも、はがき職人の皆さん大変、はがき職人という言葉がなくなってしまうかも、などといった悲鳴の声が上がっているということでね。えー、私もね、かつて、はがき職人としてね、ラジオ、ね、ラジオが大好きなんでね、子供の頃から、えーね、ラジオに、えーね、ネタはがきを、ね、送ってた、えーね 子供だだったので、でこれはね、ね。本当に大変だなぁと、ね、思うわけですよ、ね、まあ昨今ね、えー、メールで、まあ、リスナーからね投稿を受け付ける形がねまあ、一般的になってますけれども内々のねオールナイトとかはまだねハガキによるね、えー、投稿を受け付けておるわけなのでまあ本当にねはがき職人さんハガキ職人さんって言ったらね本当に、えー、リスナーからするとですねめちゃめちゃねリスペクトするね え存在なわけで、ね、まあこのチャンネルでもねあのコメントをね、えー、くださってたねな々のガキ、えーね、職人さんがいらっしゃるんですけれども本当にね、えー、ラジオ聴いてるね、えー、側からするとですねうわもう本当に、えー、芸能人みたいなね、えー、芸能人よりなんかねすごい人みたいなねなんでこんなね面白いことがね考えられるかっていうぐらいのね、えー、もうそれぐらいのねほんとカリスマ えー、が、まあ、はが職人というね、えー、ことなんですけれども、まあ、80、63円にね、上がった時でもね、まあまあね、もうちょっと、おおってなったんですけど、85円はね、もうちょっとなんか限界突破しすぎじゃねえかなと思うぐらいね、えー、やばいなと思うんですよね。もうこれ完全に、あの、年賀状はね、もうなくなりますね。もう私ももう、えー、昨今ね、えー、年賀状をね、やめました。はい。で、えー、もう、ハガキの方もですね、 えー、まあ、居酒屋のね、話を、まあ、経営の方のね、話をするとですね、まあ、例えば、えー、お客様からですね、えー、まあ、名刺をね、いただいたりして、えー、するとですね、まあ、その日のうちにね、まあ、あと、あの、お礼状を書いてですね、その日のうちにポストに入れるとね、えー、翌日、ね、届いている時代がまだありました。もう今届かないらしいんですけれども、まあ、そうなるとですね、そういうね、まあ、お礼状、えー、すぐね、書くっていうことが、まあ大事なわけなのでね、まあ、感謝の気持ちをね、 届けるためにはねもうすぐ書いてすぐ届く。で会社に行ったらねもう届いてて「おお!」みたいなねそういう、えーまあ、サプライズじゃないですけどねもう本当にこれが日にちが空くとですねやっぱり感動が薄,薄まるというかですね、えー、なんかありきたりになっちゃうのでやっぱりすぐね翌日に届くっていうことがね意味があると、まあ、個人的には思ってたわけなので,で昔ねあのー、ねだいぶ上のね 方にねそういうあのお礼状のね書き方、まあ、重要性っていうのをね、えー、教えていただいてからですねもう本当に10年以上ねずっと、えーまあ、10年以上じゃない15年以上ぐらいですかね,、えーねえー、ずっと名刺をいただいたらねお礼状を書くという、ねまあ、習慣があったんですけれども昨今、えー、もう届かないと、えー、その日にね、えー、送っても、えー、翌日届かないというような、ね、ことを聞いてちょっとなんか えー、めっちゃ泣いてるね、えー、今日この頃なんですけれどもさらにね、えー、85円に上がるということでねあーなんかだん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 そのね、あのー、手書きの文化というかね、まあ、そういう手紙、まあ、はがきもそうですけれども、えー、そういうお礼状の、ね、文化っていうのもなんかなくなってくるのかなとメールでね送ればいいやんっていう、ねえー、方もいらっしゃいますけどメールとねその手書きとではまたちょっとね趣が、えー、違うわけなので。 まあ私の場合は、まあ、そうやってね、お礼状を書くときは、まあ、はがきにね、書いて、えー、ね、送ってた。別になんじゃないね、文章ですけどね、もう、えー、ご来店ね、ありがとうございましたっていうのを、もうね、普通にシンプルに書いて送るだけなんですけれどもね、特になんか、雅な,、えー、なね、文章を書くとかじゃなくて、あの形でね、本当に感謝の気持ちを、えー、ね、こう、示すっていうのがね、まあ、趣旨なわけなので、まあ、内容はまあ別にそんなにね、 あれもこれも書かなくていいと思うんですけれども、えーまあ、やってる人からするとね、わかると思うんですけども、手書きでね、えー、書く、ね、お礼状を書いて、えー、ポストに入れるっていう行為は結構ね、手間がかかるし、まあ、その住所からね、名前から表面書いてで、裏面書いてってなるとね、結構時間をね、取られるわけなので、まあ、ね、やってる方ならわかると思いますけれども、ああ、わざわざ書いてくださったんだなっていうのはね、まあ、逆に私の方にね、まあ、そういうね、えー 状とか、まあそうういね、お手紙をくださる方がいらっしゃるとですね、わあ、ちゃんとしてらっしゃるなと思うわけなので、まあそういうね、まあ居酒屋、まあ居酒屋だけじゃないですけどもね、まあ経営してたらですね、まあ経営だけじゃないですけども、まあ歴代のね、アルバイトのしてくれたね、学生さんたちにもね、まあ一つまあ私がね、教えられることがあるとしたら、まあなんかね、なんかしてもらったりとかね、ごあごをおごってもらったりとかね。 なんかそういうことを、ね、してもらったりまあ初見でね名刺を頂い,いたりした時はちゃんとね、えー、お礼状をね、えー、送るようにとでレターセットをねもう常備持ち歩いとって、えー、もらった瞬間にも書いて近,近くのねポストに入れなさいよっていうようなね、まあ、それだけで、まあ、人間関係というかね、まあ、そのあなたの信用がね上がるからっていうようなね話をね、えー、してたんですけれどももうちょっとなんかそのシステムができなくなるね、えー 感じにななってきたなと、まあ、値,段値段はまあ置いといて、まあ、値段も負担になるからね、まあ、大,大変なんですけれども、えー、届かないっていうのはね、えー、本当に届かせようと思ったら即達じゃないとも届きませんよというね、えー、世界らしいので、さすがに即達でお礼状っていうのはちょっとね、あのー、また違うかなと思うので、あなんかもうなんかお礼状文化っていうのもね、なんかなくなっていくなっていうので、ね、ちょっとね、あの寂しさを 感じずにはい、ね、いられな,い、えー、なんかニュースで,したでまあね、本当に、えー、値上げしたのにね、赤字でしたっていうね、だからまた再値上げしますよっていうね、まあ、それはしょうがないと思うんですけれども、いやー、まあ本当にね、きついなと、ね、全部なんかあ、とうとう郵便物までね、えー、値上げの波がね、来たのかと思うとね、えー、なかなかね、しんどいなという感じですね。まあ、流通業にしても、高い業とかにしてもですね、 まあ本当に、えー、その日のうちに、ね、届くような、ね、システムもありましたけれども、まあ、今となっては、ねまあ、時間かかるし、まあ、料金も、ねえー、増えますよというような流れだし、な、えー、んやったらもう、ね、ちゃんと,と届,こう届いてほしければ、もうちょっと課金してねっていうぐらいまでいくんかなみたいなね、もう海外みたいなね、届いたら、ね、なんか割れてましたとかね、なんかそんなレベルまでに、ね、なんか落ちていきそうやなと思ってね。 えー、なんか本当どん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 ねあの生活に必要な、ね、ものっていうのが、えー、どんどん値上がりして、えー、もう生活費生活費をね本当に切り詰めないとね生活できないなっていう風なね、えー、なんか状態になっていくなっていうのをね、えー、今回のねニュースでもね、えー、実感しましたよというのと本当にハガキ職人さんはねちょっともう限界限界やろうなというね、えー、感じです。 まあそうやってね、まあラジオ好きからするとですね、まあそのハガキ書いて、ネタハガキ書いて、読まれた時のね、もう本当に感動っていうのはね、ないですからね、まあ私の場合は高校時代とかはね、もうファックスで送ってるやり方とかもやってましたので、えー、FM とかだったらね、深夜 FM とかだったらね、結構読まれてたんですけどね、えー、オールナイト日本はね、一枚もね、読まれたことがないので、本当にオールナイトのね、特にないないのオールナイトで、 しょっちゅうね、読まれてるハガキ職人さんたちっていうのはね、本当にね、もう、もう、戦争のまなざしというかね、もう、リスペクトしまくりというかね、もう、神様の領域、えー、なんですよね、えー。なので、まあね、そうやってラジオ好きからするとですね、まあ本当にハガキ職人っていうのは、まあ、ハガキに対する思い入れですよね。まあっていうのはね、格別なものがあると思いますので、このね、63円から85円は、めちゃ上げたなというね、 もうこれはちょっと文化が一個なくなるなっていうようなね、えー、レベルかなっていう感じですね。はい。で、まあね、えー、まあ子供の頃というかね、まあ、えー、中学高校の頃はですね、そうやってラジオにね、えー、関わるようなね、仕事をしたいなと思ってたんですけれどもね、まさかね、こうやって自分がね、えー、毎日毎日ね、喋る方のね、えーまあ、YouTube ですけれども、まあラジオ感覚でね、喋ってますので、まあ倍速でね <laughs>、えー、もう聞き流していただくぐらいの感じでね、 えー、聞いていただくような形でねあのおしゃべりしてるわけなんですけれども、まあ、だからフルテロップも入れないし、えーね、毎日更新するためにはね、まあ、そうやって編集とかもしててもね、えー、間に合わないので、まあ、そういうふうにやってるんですけれども、えー、まさ、あ、かね自分がこうやってね喋るほどね、えー、になるとは思ってなかったし、まあ、そういう時代がね自分,から自分で個人がね、えー、こうやって情報発信ねできる時代がこうやってしゃべるねもうい、ね、ったらラジオ局を 自分が持てるようなね時代が来るとは思ってなかったのでねある意味ね夢が以降かなったわけで、まあ、しかも YouTube 様でね、あのもうねお金がいただけるような形に、ねえー、なってますので喋、えー、ってお金が発生するっていうことはね、まあ、本当に全然金額はね微々たるものなんですけれども、まあ、お金をもらえるっていうことはね一つもプ,プロの方にアマチュアからプロの方にね えー、ちょっと足を踏み入れたということなのでまあ一個夢が叶ったなっていう感じですねこのしゃべる仕事で、えー、ラジオで、えーね、お金を売るというね、えー、まあ一つ自分の中の夢がねか、えー、ったなっていう感じですね本当は裏方のね、まあそうやって構成作家みたいな感じに、ねえー、なりたかった時代があるんですけれどもまあそれはちょっとね自分のレベルでは難しいなと思ってて、えー、なり方もねわからなかったんですけどもねもうそうかと思えばね大阪行ったらね 大阪の、まあ、立ち飲み修行時代でね、まあ、そういう周りがたまたまそういう環境の人が、えー、多かったんでね、普通に、えー放送えー、構成作家の人ね、放送作家の人がね、周りにいたんで、うわー、普通におるわー、と思いながらね、で、今、あの知り合いがね、大阪でも大活躍されておりますしね、えー、もうなんかすごい時代になったなぁと思いながらね、で、自分でこうやって喋るとる時はですね、まあ、自分が、まあ、企画とか、ね、構成とか、えーまあ、そういうね、まあ喋りも含めて、全部自分でやってるわけなので、 あまあ、結局なんか全部夢が叶ったなというようなね、えー、ことを思いながらも、えー、やっぱりハガキっていうのは、まあ、ノスタルジーになってしまいますけれどもねやっぱりハガキ職人っていうね、えー、言葉ね、えー、がなくなるだんだん廃れていくのかもしれないですけれども、ね、まあサリとってねいまだにあのシャメシャメってねシャメールてから始まってるんですけどね、えー、スマホでね写真を撮ることをシャメシャメってねまだ若い子もねシャメって普通に言う子もいますからね えー、意味がわからないけれども、えー、ここは言葉がね、残るっていうこともあ,る、うん、ありますので、はがき職人っていうのもね、えー、ある意味、なんかそういうリスペクトの対象としてね、えー、残ることをね、切に願っておりますという感じですね。まあ、ただ、まあ、そのお礼状も含めてですね、そのはがき、お手紙のね、ちょっと文化っていうのはね、えー、やっぱ廃れるな、このスピードって結構大事だと思うんでね、はい、えー、ポストに入れて、えー、翌日届くみたいなね、 感じじゃなくなるっていうのはまあかなりちょっとね、えー、そういうお礼状文化がまあなくなるとは言わないけどちょっとね、えー、なんかインパクトがねなくなるというかねありがたみがちょっと減っちゃうなっていうのはまあ個人的には寂しいなと思いますというお話でございましたはい、えー、というわけでね、まあ、居酒屋、まあ、経営しててもねまあそうやってお礼状とかね、まあ、そういうはがきをはがきでまあそういうね文章を書くというね ことは結構あるわけなのですけれども、まあね、値上がりするし、えー、届くね、日にちも、えーね、翌日もう届かないと、えーね、翌日届かせるためには即、即達でね、出さないと届きませんよというね、えー、感じになってますので、まあ、ちょっとそれはね、寂しいなというね、えー、ことですね。まあ、LINE でね、まあ、知り合いだったらね、LINE でありがとうとかね。 でいいと思いますけれども、ちょっとね、あのーまあ、第三者というかね、まあ、そうやって初見の方とかね、えーまあえー、お友達以外というね、まあ、そういう、まあ、お付き合いがある方向けにはですね、やっぱちゃんとした、ねえー、文章で、えー、書きたいなっていうのもねありますので、ちょっとね、寂しいなと思った、えー、そのね、ハガキハガキがね、値上がりしましたよというお話でございました。 というわけでチャンネル登録とグッドボタン、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。はい、終わります。